左の上からお肉を使いましたパテ、少し桜の香り使っております、はい、で上にはマイクロトマトを添えております。でこちら鶏のつくねでございますね、はい、お出汁で仕上げて、カラフルな彩りをまで仕上げております。で極み黒牛のカツレツでございますね。手前はからしでございます。で柔らかい黒豚のヒレ、お出汁のあんとそら豆、ゆりねを添えております。で牛もも肉のたたきでございます。でこちらは少し甘みの効いた、醤油あんと上にはしその葉を添えております。鶏の胸肉と豆苗のおひたし、こちらは梅肉で仕上げております。手前こちらが大阪の、河内鴨を使いました握り、津村本店最高級のロース、こちらのロースは大阪でしか召し上がれない部位でございます。でこちらが熟成ラム肉でございます。少しポン酢のあんで仕上げております。酸味の効いた味でございます。で最後は和牛を使いましたなめろうでございます。添え取りお花も、お召し上げいただきます。ご紹介しますね。真ん中は子供の日でたらお餅を添えております。こちら暇だし運動してないからってジュースを通ってさ、何時間くらいで来れるかなみたいな感じなんだけど、チャレンジャーすぎて東三国に遠いと遠い、行けることはない、行けることないよね。ちょっと飛ばしてもらってもいい？うん、取って取って逆こっち、こっちそういうことか、すごいねえ、めっちゃ綺麗やね。